や、でかワニやでっかっ、すげーサーリーカーパタイガールのイエナです。ミヤです。今日はどこ行ってしょうもない企画をイエーイ。今ルンピニー公園行ってるけど、ルンピニー公園に来たら学校はオオトカゲに出会えるっていうのを聞いたので、それをルンピニ公園広いけど何匹ぐらい数えれると思う、その一周する中で。いや、なんかさっき水でやったから泳いでたけど50ぐらいおる。うん、いてそう。これから間に一周できるかな。頑張ろう。でも夕立ちかもしれないし。そうね。じゃあ行きます。みんながこうランニングウェアをして走ってるのか、私らこんなオーバーハットみたいなのを持ってこれ持ってひたすらカウントしようとしてるのに、なんか水辺、さっき水辺のとこめっちゃおったのに中入ってから全然おらへんって。全然行ってない。ただただ後ろ散歩してるだけみたいな感じになって。おば散歩。あ、でもこことか水辺やからここカウントする。あ、絶対おるわ。今ここ出まーす。行きます。ででで、記念すべき。え、体見えへんかな。体めっちゃでかかった。1匹目、ほら見て、え、でっか、ワニでかっ、かわいい。ということで、まあ、ね、うわー、もったりって感じ。1匹目。え、すごい、もったりもったりでか。え、お腹引きずってる、この子いいよ。え、めっちゃでかない。でかい。お腹でかない。あ、なんて。え、シップまで長い。ああ、まず1メーター超えぐらいの音で、1匹目にして発見。でっか、あいつボス。えらい軽々すんな、姉さん。なんかルンピニー公園にはこういう運動器具がいっぱいあるみたいで、皆さんやってます。撮影を始めて10分ぐらいで雨がいっぱい降ってきました。やばいよな。足元があんまりよろしくない。鳥。うん、さっきなんかこういうように見えた。ここまでかな。いないね。なんか本当におらない。うん、もっとおるかと思った。でもどうせ濡れてるから雨とか関係ないよな、あの子ら。でっか。高い。出会うんじゃん。やめやめ。み、こっちでやってくれ。トカゲちゃん発見。はい、いや。これ走ってきたらほんま叫んで逃げるで。食べる。でかー。カラスに笑われてる。全長やばない、こいつ。見えた？そんなにかな。え、でも行きそうじゃん、尻尾まで入れたら。え、長ない。でっか。でかっ。出えへんのかーい。出るかもね。
バイキン。え、そっちから出てくるの。似合ってる。近く歩いて一応今まだ20匹でもなんか水辺に私たちがこう靴の都合上行けてないから行ったらもうちょっとおるんちゃうかなと思うけど走ってんのに私たちがスカート履いてスラックス履いてお散歩21匹でした。なんかこの外周をぐるーって回ったのと水辺の近くまで歩いてない、うん、だったのであんまり見つけられなかったのかな。雨降ってたし。そう雨降ってたし、めっちゃ予想の半分ぐらいの結果だったんですけど、でも日本では絶対こんな公園歩いてて水オオトカゲに遭遇することなんてないので貴重な体験でした。水オオトカゲ好きな方はルンピニ公園遊びに来てみてください。 100% 出会える説はちゃんと立証された、うん、はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。また。出たとこに泳いでる。1、もう1個どこ。あ、奥か。2、3。あ、おるおる。なんやそれ、なんでそんなもんねん。カゴ乗せてる、かわいい。いや、大きくなれよ。帰り道めっちゃおんねんけど。やばいな、マジであれ怖かった。ちょっと交尾中じゃん。貴重な水オオトカゲの交尾シーンを捉えることができます。